今日もというか、最近東京にいる週末はだいたい天気が悪くて残念ですね。今日の豆は先週末黒磯の肖像カフェで買ってきた豆です。これはカフェオレ用のカフェオレブレンド。いつも朝入りの豆ばっかり飲んでるので、肖像の豆がすごい黒く感じます。最近ちょっと牛乳が余りがちなので、今日はオーツミルクじゃなくて牛乳で飲みます。そういえばこのポーレックスの氷コーヒーミルなんですけど、この間ちょっと削れが悪くなってきたので買い替えようかなと思っているというお話をしたんですが、ポーレックスのウェブサイトからお問い合わせをしてみたところ、どうやらこの中の刃の部分だけ売ってくれるらしいんですよね。しかも全部この部分変えても2,000〜3,000ぐらいみたいなので、まあまだまだ使えるし、とりあえずここの刃の部分を交換してみることにしました。まあこれもともとね、多分確か7,000〜8,000ぐらいはしたと思うので、まあ大切に使いたいところですね。まあ他のコーヒーミルがどんな具合なのかも結構興味はあるんですけど、とりあえずということで。よし、今日はちょっとたっぷり飲みたいのでカフェオレボウルで。じゃーん。先々週ぐらいにちらりとお話しした気がするんですけど、私の任天堂スイッチライト、無事いい感じに真っ白になりました。 D ブランドっていう iPhone とか PC とか、まあ、そういったデバイスに貼り付けてオリジナルの色にするスキンシールを作っている会社のスイッチ用の白いスキンシールを貼ってお真っ白にしてみました。スキンシール自体結構柔らかくて、ドライヤーで熱をかけながら貼っていくんですけど、まあ、ちょっと伸び縮みするので、結構こういうシールとシールのエッジを突き合わせて貼るようなところはこう幅に若干ムラが出ちゃったりするんですけど、まあ
概ねこういうボタン類のあたりとか、正面から見た感じとかはかなり綺麗に仕上がるように設計されてて、思ったより良い感じに仕上がったんじゃないかなと思っております。まあ、ちょっと貼る時の様子も動画に撮っておいたので、ちょっとその模様をご紹介してみようと思います。いや、これようやく届きましたね。D ブランドの任天堂スイッチ用のスキンシールです。多分2週間以上はかかったと思いますね、届くまでに。なんかこっちが異様に立派なケースに入ってるんですけど、これはどうやら一緒に購入したスイッチ用の保護ガラスっぽいですね。ん？ 2 個入ってる。箱がすごい。で、こっちが待ちに待った白いスキンシールですね。中身はこんな感じですね。あ、これ2枚入ってる。シールが2枚ずつ入ってるっぽいっすね。で、まあ詳しい説明書はウェブを見てねっていう感じです。こんな感じで貼り方の動画がありました。なるほど、このガラスが2サイズと、このシールのフロントよく見ると2枚じゃなくて2種類入っていて、このスイッチのベゼルを活かすか活かさないか、どっちか選べるよっていうことみたいですね。Thank you.
ちょっとね、この部分がなかなか難しい感じで、もう少しクオリティ上げたかったとこですけど、まあ、おおむね綺麗にできたんじゃないでしょうか。まあ、白以外にも真っ黒とか、あとはちょっと大理石調の柄とか、カーボン調の柄とか、いろいろ色柄は揃ってるので、お好みのカラーがないっていう方は、まあ、一つの手段として検討してみても良いかもしれません。なんかいろいろ届いてるので、開けます。エコストアのランドリーリキッド。いつもは別のものをアイハーブで買ってるんですけど、ちょっと私としたことがストックを切らしてしまったので、急遽昨日アマゾンでポチりました。早速洗濯したいところです。このユーカリの香りの洗濯洗剤はウールとデリケート医療用の洗剤は前から使ってるんですけど、この普通のランドリーリキッドを初めて買いました。クマが干されてる。お次はイギリスから届いたシモーネ・ロシャの T シャツ。じゃん。お袖が、お袖がパフスリーブになっている T シャツです。ファーフェッチで買いました。で、最後、ハトラから。ハトラは日本のファッションブランドで、昨日の夜、まあ、デザイナーの永見さんから何か送ったのでという連絡をいただきまして、何だろうと。じゃんじゃん。お、もしや、ハトラは去年からこの TWI っていうホームウェアレーベルを立ち上げて、そのホームウェアがなかなかいい感じで購入しようしようと思っていたんですが、それをね、永見さんが送ってくださいましたね。やば、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ちょっとこの感じだといい感じな様子が伝わらないので、ルックの写真でもちょっとお借りして、やった、また家にこもる日々が続きそうなので嬉しいです。
はい、というわけで、なんだかんだで1時間くらい配信しちゃいましたが、思ったより設定に戸惑いました。ちょっとしょうもない配信に付き合ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。ちょうど1時間でしたね。よし、今度は夫のハンターランク上げを手伝おうと思います。何やんのかな？もうやってるよ。あ、嘘、貼った？本当だ。